あのパラプンテージリーグサッカーチャンネルでございますということで今回松岡初ゴールもと、えー、いうなかなかに、えー、悔しい展開で。 ございましたでも FC 東京のやりたいサッカー、クラモスキー監督のやりたいサッカーというのがですけどもね、えー、見えてきたんじゃないか。まあ、こういうサッカーが、えー、見たかったよねってうね、えー、ゲーム展開と思い、えー、ます、あ。本当にね、僕も散々口酸っぱくね、うん、クラモスキー監督でいいのかっていう話はずっとしてきたんですけども、でもこういうサッカーをね、えー、非保持型の福岡みたいなチームにできればね、FC 東京も強くなるでしょうし、う本当ね、えー、いい チーム作って欲しいと僕、クラモスキー監督好きなんでね、えー、やっぱロマン派の監督はね、僕は本当好きな監督なんで、えーね、個人的には、まあ、僕のひいきにしているクラブたち、えー、以外の試合ではね、頑張ってほしいというとこですけども、いやー、しかし福岡、ね、まさかの3失点敗戦というとこでございましたさ。さ今回はちょっとラジオ的に振り返ります。あのいつもみたいにこう、ね、なんか、まあ、資料っていうもんでもないか、なんかいろいろ書いてとか出してはいるんですけども、今回ちょっと僕の時間の都合ですね、ちょっと ああいうの書いたりする時間がなかったんで、まあラジオ的にね、聞いてもらったと思いますんで、最後までよろしくお願いいたしますということで、ちょっと今シーズンの時間がね、もしかしたら、なかなか取れないときは、こうラジオ的に振り返るみたいな感じになるかもしれませんが、よろしくお願いいたしますというところはこちら。 試合結果、えー、1対3で FC 東京が勝利という結果に終わっています。なんかこれ、福岡の選手の丸のでかさがなんか人によって違う気がするのは僕の気のせいか。えー、まいいか。え、ちゅうところで、ここからまあ画面は特に変わらないんでね。まあ、何かやりながら適当に聞いてもらったら結構ですと。と、えー、いうことで、一応僕もね、手元にメモだけがあるんですね。試合を見ながらね、ア、えーダコーダー書いてる。 メモがありますんで、まあ、それを見ながらの、えー、話にはなってきます。まあ、雑っかんと、てかそのまま先発か、先発メンバーで言うと、金森選手がね、えー、先発、岩崎がこの試合はベンチスタートというところでした。まあ、金森は、ね、今シーズン初の先発で気合が入っていたでしょうし、でまあ、金森選手とじゃあ岩崎選手、えー、入ってるポジションはシャドウ左のシャドウと。 いうとこなんで、同じなんだけども、やっぱりキャラクターが違いますよね。まあ、岩崎選手はやっぱ外、どちらかというと、外、大外、いっぱいいっぱいに張って、相手のこうサイドバックとマッチアップしていくみたいな、まあ、基本エリア、一番ボール持ちたいところは大外ですよね。で、逆に金森選手はやっぱこう、シャドウ、本当にシャドウみたいな形で、フォワードに近いところ、まあ、本当ね、外に張るよりも内側でプレーすることがえ好む選手というとこなんで、ちょっとこう、 ボール受けるエリアとかは確かにこれは金森と岩崎では違いましたね。まあ、だから金森選手の方がゴールに近いところでボール受けて、まあ、そこからねパスを出すこともできるしクロスを上げることもできる。まあボール受ける位置がよりゴールに近いところなんでね。まあでもねそこはやっぱ個性かな。やっぱ外に張って岩崎選手みたいね。えー、岩崎が大外張って内側をサイドバックの選手は抜けていくみたいなところでもいいでしょうし、まあ、守備の強度で言うとやっぱ岩崎の方が え金森選手よりも上かな、この辺はちょっと特徴がね、似て非なるもの同士かな、だから金森選手の方がね、中で受ける分、小田選手が少し浮き気味になるとか、小田選手が、いつもこう岩崎選手がマッチアップするえ時間が多かったと思うんですけど、どっちかというと小田選手がマッチアップするみたいな、この試合はね、多かったんじゃないかというとこなんで、金森、岩崎、本当いいレギュラー争いがえできるんじゃないかというところでしょうで、 え前半、福岡チャンスがありましたね、前島選手の,あの運びのカウンターのシーンですね、結構長いカウンターのシーンには。 なりますが前島ダブルタッチからね抜け出してでウェリントンが今度使ってみたいなところそこのカウンターのシーンは非常に印象的だったんでまあ正直福岡からしたら先制点取れそうな場面は前半にあったというとこですねただやっぱ FC 東京はこの試合ねディエリベラ選手がまあメンバー外先発落ちというとこでじゃあやっぱ誰がワントップになるかってなって らまあ、そこは今、ね、荒木選手はね、どうも2番手的な、ね、位置づけのようですね、まあ、本当に小柏が帰ってくれば、ここで使われるか、まあ、小柏選手は、ね、もしかしたらウィングとかで想定を、えー、されているかもしれませんというところなんで、まあ、ある意味、この人のポゼッション率、最終的には、ね、FC 東京が 56%, か56で、福岡44%なんで、まあ、福岡からしたらちょうどいいぐらいの支配率44、44%ですよね。まあ、もうちょっと低くても いいかな福岡って多分40%いくかどうかの時がなんか勝率が高い勝手な僕のイメージですけどもねありますまあ、だね社員的には全然福岡に勝機があるまあこれがだから福岡55% 5656% 56とか 54%だったら、ちょっとね、どうなんだ、持たされたかじというか、なんか、思うとこありますけども、ただ、まあ、ポゼッション率的にはね、福岡も、まあ、こうなるよね、ていうところだったんで、いやーね、カウンターか何回かチャンスはあったんですけども、ただ、シート業のコウ選手ですよね、コ選手がね、今シーズン初スターメンで、いやーやっぱこの選手が入るとね、ボール落ち着きますよね、保持型、やっぱ新潟で活躍した選手なんでね、やっぱ保持っていうところ、 戦い方には慣れてますし、後ろから、えー、スイッチを入れることもできる。で、荒木選手がね、まあ、一応、スイートップの中央ですけどもね、もういろんなとこに顔出して、まあ、引いて受けて前進してみたいなんでもねこの選手ね、えーえー、できるなっていうのを改めて感じました。前、ま、や、あ、世代別代表に選ばれてるだけあるなっていうのを感じたところには、 なってきま,すまだ今回で言うと荒木選手、松木選手、茂美選手、あとベンチだった松岡選手とか、まあ、この辺の、ね、オリンピックにもしかしたら選ばれるかもしれないという選手が何名かいたんで、まあね、本当このメンバーがどんだけ、えー、パリオリンピック、もしくはまあその1個前の予選に選ばれるかどうかというとこでしょうかね。コウ選手が入ってから前線の距離感が本当前回までとは、えー、全然違いましたね。結構、ね、ロングボールを、えー、蹴るみたい とこシートキョウ前回まであったんですけども今回のゲーム本当足元足元丁寧につないでっていうシーンが多かったんで本当はこういうサッカーやりたかったんだなっていうのは正直ねえ感じますけどもねだ本当にコウ選手が入ってからテンポアップしましたであとビルドアップ,アップで言うと徹底してシートは左から出口作ってましたねうん左のだからえバングーナガンネカーシーフとか森重選手とかその辺を起点にしてね抜け出していこうみたいな要は福岡で言うと今野選手のところで ですよねだからね、これ、ウェリントン、ウェリントンの背後のところ、いろんな選手が出入りしてましたね、これね。ウェリントンのところね、本当ね、ぐるぐる、ぐるぐる、いろんな選手が、シカフカが出てきて、そこでね、ボール受けとかあったんで、まあ、ウェリントンからしたらうっとうしかったでしょう、正直ね、やりづらいっていう感じだったかもしれませんけどもね。まあ、しかしね、そんだけ相手が嫌がることをすることができましたし、で、まあ、ビュードアップを突っかけて、福岡は、ね、ショートカウンターみたいなシーンもあったんで、だから福岡に勝機がなかったわけではないのかな。 結果としては福岡はシュート14本打っていますし、枠内も9本なんでね、実はシュートの本数、枠内の本数で、福岡の方がこの試合は上だったというところなんで、まあね、それもだからね、なかなかサッカーの、えー、難しいところかなと、えー、感じますね。で、先制点の場面は、バングーナガンデの素晴らしいアシストをですね、まあ、長友選手が何十年ぶりの、十何年ぶりの。 ゴールですかね。代表復帰、長友のゴ、えール。まあ、でもあれ、バングナガンデの、本当ね、血を這うような低いクロスで、長友選手をトラップしたと早かったですね。なので、僕はバングナガンデの、えー、クロスを褒めるべきかなというのを感じますよね。で、えー、2点目はまあロングボールからでしたね。逆にね、まあ、地上戦だけじゃないというところを見せたという福岡でまた FC 東京というところでした。 まあだから結果としてその後もね、最後はカシーフ、えー、バングナーガンでカシーフが最後ね、突き刺してみたいのところがあって3失点、まあ福岡からしたら今シーズン初の複数失点で、で、3失点敗戦というのはちょっとね、ショッキング。ただ、ここから中断期間、福岡もね中断期間にここから。 入ります、まあ、ザヘディー選手、えー、が、ね、加入をしてますし、この人デビューをしたんでね、えーまあ、この2週間ちょいでどんだけチームのこの戦術を、えー、彼に落とし込むことができるかどうか、あとはだからそう後半に関してはもう1個そう岩崎か岩崎選手がツートップの一角でプレーしましたね。でこれ ね奇襲作戦としては良かったと思うんですね。あ、そこで岩崎をツートップにして入れていくんだみたいなところで、ちょっと SC 東京が最初の10分15分ぐらい岩崎選手を捕まえるのに苦労したあっちのシーンが何回か、ね、あったと思うんですよね。で、まあ、ある意味これも奇襲ですよね。まあ、ここに来て、ね、まさか福岡ォ4バック、4バックにして岩崎をツートップの一角で使うかみたいなところ、これある意味後半からの奇襲だったとは思うんですけども、ただね、奇襲は はやっぱりね、奇襲であるうちに得点を決めないといけない。まあ、勝負を決めないといかんというとこで、ね、正直ね、奇襲自体は良かった。あとは結果を出すだけっていうところで言うと、まあ、作戦自体は良かったと思います、正直ね。初兵監督とは福岡のスタッフが考えた、まあ、このね、えー、途中からツートップっていうね、これちょっと予想外のところ、これ自体当たりましたよね。当たったんだけども、ただ、えー、その混乱してる間に得点を生むことができればなお良かった。本当、奇襲は奇襲のうちにね、もう慣れてくればね、やっぱり相手もプロなんでね、 相手はプロなんで、そこには慣れていくというところでしょう。で、松岡選手もね、いい初ゴール、めっちゃ喜んでましたけどね。ええ、ところなんで、明るい材料もある。中断期間前にフォーバックをえまあね試すというか、奇襲作戦として使って、やっぱ相手も嫌がった。で、これから福岡と勝負する相手はあ、あ試合の途中からフォーバックとかね、ーバックもやっぱこのチームはね、やるんだみたいな戻して、フォーバック、昔はね、ーバックのクラブだったんですけどね、やっぱフォーバックもね、長谷部監督になる,あるんだみたいな。 相手からした3バックじゃなくても4バックの想定もやらないといけないんで、まあ、ここで4バックを見にたというのは、ちょっと相手今後対戦する、対戦相手からしてもちょっと悩むところがね、あるんじゃないかというところでございましょう。まあ、何せをね、この試合、C 東京戦でも3失点というところなんで、さこの2週間どうすごくするかというところでございましょうかね。はい。ということは以上です。以上、パムテージ、サッカーチャンネルでございました。よかったら、チャンネルでござます。